京都府京都市やってきたんですけど、意味わかりませんね。雨です。こちらは四条橋、そこはこのビルのちょっと奥あたりが京都河原町です。地図的にはねこんな感じなんですけど、意味がわかりません。なんで今日雨降ってんだろう。ずっとこれが鴨川の下流に向かって川が流れてるのがわかりますけども、この川は今日は結構な量になっています。上流の方でも結構雨が降っているんでしょう。というわけで今回の動画はですね、京都市バスに関しての動画なんですけど、意味わかんない、なんでこんな雨降ってるんだろう。あそこにいる歯とか何か知りませんけど、カモかな。おい、なんで雨降ってんだよ、こんな雨降ってたら川入れないじゃないかみたいな感じで涼んでおります。ではね、今からね清水寺の方向へ歩きたいと思います。あっち方面が東側山の方になって、こっからはねちょっとビルで見えないんですけど、僕の方にね清水寺があります。今回はバスについての動画です。京都は縦横無尽にバスが走る街。これは46系統平安神宮の方に行くやつなので、ここはずっとまっすぐ行くやつですよね。で、ここが場所どこかというと祇園市場、市場通りと、さっき行ったのが河原町通りで、そこから今東に向かって歩いてるので、ここが京阪の祇園市場ということになります。というわけで、今日なんでねこんなね悪天候の中撮ってるのかと言いますけども、実は昨日から作られた新しいバスの系統がありまして、その新しいバスをね今日は見に行こうと思います。今回の6月1日のダイヤ改正、市バスのダイヤ改正によって6月1日から EX100 系統と EX101 系統ができまして、お、あれは違うかな、違う、あれ58系統だわ。8系統とかは京都河原町とか四条烏丸をこっちの通りを走っていくんで、それのおかげでですね、58系統に限らず200番台とかも全部そうですけど、200番台はねまだね循環系統って言って観光要素強めの系統ではあるんですけど、残念ながら先ほど見たような58系統というか、できるだけ市民の人に使ってほしいなみたいなバスもですね、外国人観光客がたくさんバスを使うようになったことで、誰もですねバスに本当に使いたい人がバスに乗れないという事態が発生してしまっているというのが現状です。こちらが207系統ですね。主にこの207に乗っとけばとりあえず有名観光地は行けるんじゃないか、そういうバスです。こちらも86系統、これも京都駅と清水寺を結んできます。207と86と58系統が主に使われるかな。もう本来見たい100系統のバスが全然来ないんですけど、それに乗れるかどうかがねちょっと怪しいんですね。お、来たか、あれじゃないか、あれです。今年の6月から昨日から新しく運行しました観光特急京都駅行き100が、五条と、そこからですね、あ、通り過ぎてっちゃった、あ、違う、清水通り、あそこか、あそこのバス停に止まるのか、ごめんなさい、ちょっと勘違いしてた、207、ちょっと急ぐか、清水寺の停留所を、あ、止まらないのか、わかんないな、あのバス、いや、どこで止まるのかがちょっと、いまいち意味深なんですけど、もしかしたら、ここには止まらず、100あそこからの始発かもしれない。ちゃんと書いてある EX100、 さっきの停留所にはちゃんと書いてなかったけど、ここには観光特急リミテッドエクスプレスって書いてあります。というわけでこちらが観光特急の停留所、見るからにすごい新しい停留所してますよね。この綺麗な停留所に、あ、来たのは違いました、206系統ですけども、バスストップ13五条坂乗り降り自由の京都観光バスですよというのが走っております。これはねまたね違うバスだと思いますよ。料金大人1000円、これはねちょっと詳しく知らないんですけど、今回紹介したいのがこちら観光特急です。観光特急が先ほども言いましたように五条坂清水寺の方と、京都駅の中央口を結ぶ路線がぐるっと回る路線が一つ、そしてもう一つの系統がですね、この101とは違ってさらに銀閣寺
岡崎公園、祇園方面にね、行くバスが止まっております。行きます。でこの五条坂清水寺行きのバスですね、このバスにちょっと今回はね乗ろうと思います。この時刻表を見てみると、あ、なんか時刻表の UI がすごい分かりにくいんですけど、次のが23分発どれだ、これですね。さっき見たのがこちら17時8分のやつで、その次23分発なんですけど、次このね23分発のねやつに、見ていきたいと思います。このバス自体は清水通りなのかもしれません。500円ですのでね、やっぱり普通の市民の方はね使わないんですね。観光もしてないのに観光特急になります。今日は臨時100京都駅行き、臨時のバスも書いてあって、これはね土曜日9時41分だけ走るよって書いてあります。でこれですね、次のが17時23分これ米印って書いてあるのが東停留所始発ということで、この23分の次38分ですけど、38分のに乗れば、この停留所始発なんで絶対に座れますよというやつですよね。あ、早く並んどけば。206系統北大路バスターミナル、北大路というのは烏丸通りずっと北行ったところにあります。こちら東福寺東寺方面207系統、207系統は京都駅方面には行かずにずーっと東福寺東寺のところにと書いてあります。昨日は私昨日は午前中だったんです。あ、はい、で今日は午後からで、はい、昨日の午前中はもうほとんど閑散としました。ああ、やっぱりあんまり皆さん知らない感じ。そうですね。これの感じの人、500円は高いんですよ。ですよね。ええ、これ持ってたら、そこそこ落とすな。こういうカード持ってはっても、500円です。500円ですもんね。普通の場所で聞いとこうっていう感じですね。あ、そういう案内が結構、昨日多かったですね。来ました。これが京都駅100系統特急京都駅行です。全然お客さんがいないですね。この右側に来ているオレンジの人の方にいろいろ教えていただいたんですけども、この系統昨日もですね、午前中案内されていたらしいんですけど、今日は雨が降って全然観光客が乗っていないようです。また周知が遅かったようで、昨日もね、あまりですね乗り降りのお客さん少なかったって聞いてます。さて100系統が出発です。もうすぐに出発してしまいました。結構ね、混んでるかもよって担当の方に言われたんですけど、全然混んでなかったですね。あれ500円かかるんで、すごいおったくですよね。まあ、空いてて座れるっていうメリットもあればまた別なのかな。まあ、混むでしょうけどね、外国人観光客の方増えたら。回送車、あ、ちょっとクール宅急便の方がいらっしゃいますけど。ちょっと絶妙な位置にですね、クール宅急便の方が通られちゃったので、うまく映せないかもしれないですけど、さっきの回送車がもしかしたら100系統になるかもしれません。ちょっと待ってみましょう。あ、100なりました。あ、京都駅です。特急の最終です。乗られませんか？昨日から運行開始した100系統のバス。はい、ありがとうございます。ガラス好きだ。いつもより若干英語が書いてあるのが多いような気がします。もうちょっと日本語がでかくて英語がちっちゃいはずなんですけど、次は五条坂です。
路上坂でもしかしたら乗ってくるかもしれません。東京駅前です。This is the Kyoto City Bus Wraparound Limited Express, bound for Kyoto Station. The next stop is Gojozanken. The stop after Gojozanken will be Kyoto Station. Ibosane, Kyoto 駅로갑니다. 다음은 Gojozanken 입니다. 本车开往京都站. ちゃんとしっかり200円取られました。そして。あれ前4カ国語あったかな、4カ国語なかったかもしれません。いや前からあったような気がします。 IC カードで乗ると500円取られますので、普通のバスなら230円。1日券が使えるので、1日券を使えば結構得ではありますよね。本来はもうちょっと乗り降りに時間がかかることが想定されてはいるものの、今回雨というのもあり、全然人が乗ってないですよね。むしろ動画を撮る側としては人が少ない方が逆に良かったのかもしれません。おそらくなんですが、ちょっと本当に清水道があって、清水道ずっと渡ってここで曲がっていって、まっすぐ行ってここですね、この烏丸通りの五条のところでこっちに南に行きまして、京都駅、中央口の方で行くと思います。ちょうど今時間調整が終わったのでバスが発車していきます。出てからは次ここにも書いてありますけども、烏丸五条、烏丸通りですね、つまりを走っていくことになりますので、ここで進行方向を左側に移しまして、バスはまた走り出していくわけです。さてここで左に少しカーブしたのは、右側に見えますのがこちら京都の一番かっこいいお寺だと思っている東本願寺でございます。東本願寺を右側に来て、次は下から見上げる形になりますが、こちらにですね京都タワー、ニデック京都タワーが見えてまいると思うんですけど、あ見えたね、一瞬だけ見えたね。一番車窓が面白いのがここですよね。東本願寺の前のところをちょっとうねっと曲がっているあたり、あピントが終わってる。烏丸七条のバス停、烏丸七条から乗ってどっか行く人とかいるんでしょうかね。いなさそうですけど、後ろ側にも京都バス17系と、全部京都駅行きのバスなんですよね。ここから行くやつはたまに例外もありますけど、基本京都駅行きです。驚異の大人は500円、そして子供は250円。
今ここ渡ってるのがこちら七条通りです。烏丸七条の交差点を通過、すごいなんかドローンを入れましたけど走っていまして、お前に走ってるバスオレンジ色のやつだぞ。なかなかね珍しいんですよ、オレンジ色の幕で表示されているバスって。だいぶ京都市交通局もこの前にあるようなオレンジ色のバスからフルカラー LED と呼ばれる結構先進的な LED になっちゃいまして、まあこれ500円かけてるんですからね、ちょっとはねいいバス使ってくださいよって感じです。連接バスとか導入してほしいけどね、京都だと難しいのかもしれません。本日は市バス観光特急らくらく清水寺祇園銀閣寺ラインにご乗車いただきましてありがとうございました。まもなく京都駅前終点に到着いたします。地下鉄烏丸線、新幹線、JR 線、近鉄電車、ご利用の方はお乗り換えください。車内にお忘れ物のないようご注意願います。京都駅前では前と後ろ両方の扉からお降りいただきます。扉が開くまでそのままお待ち願います。まもなく京都駅前、終点に到着いたします。We will soon arrive at Kyoto Station, the final stop. バスが止まってありますが、これどこに入るのかな？もしかしたら1回奥まで入って近いところまで来てくれるのか、あ、ここで降ろしてくれるみたいですね。ここで降ろしてくれるっぽいです。違うのかな？ C1。降り場に降ろしてくれるらしいです。ありがたい。お待たせいたしました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これがね、この後どんな路線に入るのかちょっとわからないですけど、おそらく観光特急っていう縛りが正面に書かれてるんで、そのまま赤い層になって多分どっか行きますよね。あー、かぶられちゃった。そんな感じです。というわけで無事、JR 西日本京都駅までやってくることができました。って言ってもね、あの京都感が出ないんで、あ、京都感が出るとこ見せておきましょうか。一応京都感が出るとこ、ここの京都タワーを見たら、あ、京都っぽいなっていうのが分かると思います。ではですね、金額的にはですね500円取られまして、京都の五条坂、そして清水寺の清水通りというところからですね、清水道か、毎回間違えるな、清水道から500円使ってやってまいりました。京都駅に着いたんですけども、このように観光特急 D1 の乗り場にですね、観光特急清水寺、祇園、平安神宮、銀閣寺方面という風に書かれてありまして、101系統と100系統はこの観光特急という名目でこの D1 乗り場から出ることとなっていますけども、見た目すごいいかつくてね、分かりやすいのに、なんと前乗り運賃、先払い運賃はなんと500円250円。このね、1日券を使えばね1100円で地下鉄とバスが1日乗り放題になるんで、まあまあまあお得ではあるんですけど、外国人観光客で500円払うっていうのは結構高いみたいで、使わないって人もね結構いるみたいです。そして発車時刻表を見てみると、土曜日と日曜日だけのこんな感じの時間になっています。これが100系統で、101系統はこんな感じなので、ここの分とここの分がね両方走ってるんですけど、五条坂のところはねいっぱい
五条坂まではいっぱい行くバスがあるってことですね。だから清水寺に行く方はこれたくさん乗ればすぐ行けるよっていう感じになってます。こんな感じですね。五条坂までは約10分、そして清水寺から北上して清水道、そして祇園方面行くと13分、平安神宮まで行くなら18分、さらに銀閣寺まで行くなら24分の所要時間がかかります。見た目的はすごいかっこよくて、また平日じゃなくて土曜日日曜日ですね、この観光特急ですね、ぜひとも見たいんですけども、ちょっと見てられないので、この表示幕表示する必要あんのかね。ないでしょ。もうあの日曜日の今日の運行は終わりましたので、18時です、時間はちょうど。いらないな、これ。というわけなんですけど、臨時乗り場というのがなんかできてまして、ここからですね、あのバスに乗ることができるようになりますと、そういった感じです。というわけで、本日もご視聴ありがとうございました。またですね、皆さんも、あの、500円払うのは嫌だって人は、このワンデイ切符使ってる人は意外と利用者少ないみたいなので、京都からじゃなくて京都に戻ってくる方はね、利用者少ないみたいなんで、ワンデイ切符持ってる時はぜひとも使ってみてはいかがでしょうか。結構空いてましたよ。これから混むかもしれませんが、今日は雨だったというのもあるかもしれませんが、というわけでご視聴ありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。さようなら。